日本政府、ファーウェイを完全排除へ、すべての中国製通信機器が対象に。本日までに日本政府が省庁だけではなく、独立行政法人なども含め、政府が関連する団体から、ファーウェイなどの中国製の通信機器を完全に排除することを決定したことが明らかになりました。こういった中国製通信機器の問題、 中国には国家情報法という法律があり、中国のすべての個人や企業団体が強制的に中国政府のスパイ活動に協力させられているという事実がございますので、こういった中国製の通信機器を使うだけで中国政府にスパイされている可能性がございます。こちら日本政府には こういった中国製の通信機器の排除だけではなく、中国製の通信機器を使用している企業との取引についても、停止をしていただき、こういった中国製品による脅威が国内に存在しないように、徹底的に対応を進めていただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。